ムアムアカルビスタミナおばさんアムアムワールドアムアムやってまいりました。よアムアムゲーム開発部開発室長のおばさんです。お願いします。はい、ダブルじゃんけん、ダブルじゃんけん、ルール説明していきます、はい。お二人にはこの玉を、玉、ハートチョキのね、はい、この玉を、玉、はい、用意しましたんで、じゃんけんをしてもらうんですけど、グー出す時だけそれ握っててもらっていいです。なるほど、こう、そう、こうだ。で、じゃんけんをじゃんけんぽいで出すじゃん。で、もう一回ダブルじゃんけんだから、じゃんけんぽいの時に開いてもいいし、グーのまんまでもいい。なるほど、あ、そう、握ってない方だから、今だったらカルビがチョキ出してるけど、はい、握ってない方はもうこれ以上動かせないです。ただもしグーで握ってた場合、もう一回じゃんけんぽいっていう時に出してもいい。パーが出たんで、グー出してパーが出て、カルビがチョキだったんで、これはもうミス、負けにいった。あ、こうなったら開かないでもいい。開かないで、だからもう一回じゃんけんぽい、2発勝てる。で、これを5ポイント先取で、最初に握らずに、例えばじゃんけんぽんでチョキとパーだった場合、そうなった場合2発目もじゃんけんぽんで握らずなっちゃうんで、自動的にこのまま、うん、うん、あ、ダブルだから、だからチョキが2ポイント取れる。うん、ただ相手がグー出してきてたら、それはグーが2ポイント取れるから。博打だ。でもパー出してくる可能性も全然あるからね、相手がね、一発取るためにじゃんけんポンでパー出すじゃん、うん、で、これでもう一回2発目じゃんけんポンで、ここでカルビが中のやつがパーだった場合はもうアイコにするしかないから。あ、で、これチョキだったら勝てる。そう、1-1。うわ、これはなんか奥が深そうな。深い。一回やってみよう。試しにやってみますか。一回練習。練習どんな感じか。やってみましょう。じゃあ、いきますよ。最初はグー。じゃんけんぽい。これはドローですね。いきますよ。じゃんけんぽい。カルビ、カルビ1ポイント。これはカルビ1ポイント。うわ、スタミナは何？パー出すと思った。パー握ってる、握ってると思った。パー握ってる。うーわこれはだからもう、あ、だいぶ心理戦すごいね。グーのままで来る可能性もあるもんね、今の。ある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 。だったら俺がパー出せば勝てたから。そう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 、面白いよ。いいよ、はい、じゃあこれでまず今カルビが1ポイントなんで、じゃんけんポン。またグーグー。さあ、いきますよ、2回目。じゃんけんぽい。カルビの勝利、2ポイント。うわ、これはスタミナがだいぶ削られてる。じゃんけんぽい。おっと、ドロー。じゃんけんぽい。これ一旦ドローになりますね、これ。さあ、行きましょう。わけわかんないけど面白い。じゃんけんぽい。おドロー。じゃんけんぽい。よし、じゃんけんぽい。カルビ1ポイント。じゃあもう一回いきますよ。じゃんけんぽい。カルビ4ポイント。だ、こうなっちゃうとやばいの。ちなみに、ちなみに、今のは俺がパー出してきて、負けたとしてもそうチョキで1勝取れるってこと。そう。うおやばい、4-0。4-0。強すぎる。強い。ちょっと待って、俺5連勝しないといけないんでしょ、これ。これ5連勝しないといけない。そう、こっからが結構難しい。そう、これね、心理戦。まあでも、逃げる。だから、安牌狙っていくけど、そこを、スタミナがついていくか。じゃんけんぽい。うわぁうわ、逃げるよねとか言って言ったの信じて。いやだー、うーわ、今のチョキ出せてれば、うん、そうだよ、2連いけたってこと。そうそうそう、おもろまあ練習だから、練習の感じでやってくれたんでしょ。やべえ、もう煽られる、煽られる。
で、まあこれね、仲間内で煽り飴を これちょっと1万円ゲームにしたらいいかなと思ったんだけど、仲間内で1万円取り合うの一番ギスギスするから、30秒くすぐり。マジでやだ。 30? ちょうど1万円と同じぐらいの価値ある。ギャンブルになっちゃうから、お金は今渋沢は渋沢の方これ面白いなってちょっと勝手に思ってるルールが1個あって、デュースっていう。おお、じゃあデュースありにしようか。デュースありにしてみる。1回44になった時は、うん、デュースになって2点差つかないと、そう、64とか、うん、75じゃないと、うん、ダメだ。決着つかないってことね。それいいね。アムアムはあるか。一回じゃあこれ公式で一旦ね、本ちゃんでマジで緊張する。本当やなんだよ俺。くすぐり、うん、嫌だよ。めっちゃガチャ嫌だ。だから本気でやるよ。やばいよ、本気でやるって言ってる。ダブルじゃんけん、一試合目じゃんけんぽい。よまあスタミナが一緒。いきますよ、じゃんけんぽい。いやー、なんかさ、1-1、うん、ここは1-1で並びました。いいよ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 いいの、いいのか分かんないけど範囲内、まだまあね、1-1並んでるからお互いが。さあ行きますよ、次行きますよ、はい、行きます。だいぶ攻めたぞ今のは。攻めたぞ。いきなり握らない。じゃんけんぽい。うわー、これはまずい。カルビー1ポイント。さあ行きますよ。でも開こうかな。開く可能性がある。開こうかな。じゃんけんぽい。カルビー2ポイント選手。3-1。いきなりもう差ついた。もうでももう俺はもう固く1-1でいいんだもんね。カルビーは毎回毎ターン。そうそうそう、したらもう、うん、並ぶことないまま、うん、そうね。俺はやっぱ2連勝かますしかないのよ、ここで。え、スタミナって、うん、法政大学だけだよね。ってことは、こっから2連勝する方法ないって、うん、本当はもう気づいてるでしょ。いや、ある、あれもありますよ。本当に、うん、全然ある。ある。それは、てか、うん、うん、俺がヘマするかどうかでしょ。でも、着実に、2連勝じゃなくてグー握ってお互い、うん、で2発目の駆け引きで勝ち続ければ、うん、ああなるほどね。あ、確かに1ポイントずつそう戦い方がある。一回あいこにすりゃ、うん、そっかそっか、うん、そう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 ね。なるほど。それでは行きましょう。せーの、じゃんけんぽい。これ1ポイント。じゃんけんぽい。これで3-3に並びました。これはでかい。これはでかい。どういう読み？どういう読みだったの？お互い。これだから、うん、俺はもうグーでチョキ握ってれば。うん、めっちゃ硬いの、ほぼ。そうそうだね、確かに硬い戦い方。ほぼグーグーで、グーグーの、うん、まあ次勝負にもなるけど、うん、俺がこのグーで来るのを、うん、どうにか一勝まず取りに来るパーを出した時は、うん、もう絶対俺がチョキでな、1-1ずつ、はい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 、このパターンも絶対負けちゃう。なるほどなるほど。今のはスーパープレイ。今のスーパープレイ。彼、法政大学のギャンブラー。超ギャンブラーの。やっぱ俺が勝負かけてくんのも読んでる。なるほど。スーパ
ワープレイ。カルビはもうスタミナが絶対グーで握ってくるっていう寸法ってことね。うん、うん、で、その引き分けにしてからの2発目のダブルの方で勝負してくる、うん、なるほどなるほどっていうので、もうバーいっちゃえば硬くくるだろうと思った。そこをもう大勝負かけた。ちょっとでも俺が勝負かけなかったらもう一撃でもう死んでたところ。スーパープレイ。もう開幕戦でオーバーヘッドこのスーパープレイ超えるの相当難しいと思う。俺のここをちょっと仕掛けてくる、うん、守りに来ないだろうっていうのを全部読んでの、なるほど、一か八かの一か八か。まあ、ここの終わりでいいと思う。もうスーパープレイ三三でスーパープレイ出たんだここで並んだの今。これカルビが聞いてないと思って今話すけどどういうこと聞いてんだけど、俺の心理的な、うんうんうん、ここは先行したいの。なるほど、うん、1回目で取りたい、うんうん、ってなるとパーをね、うん、結構出したくなるの。なるほど、一発目守りのはグー、うんうん、一番守り、はい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 、でそれに対して先行するんだったらパー出してくる、パー出してくる、でそれをまたさらに俺のスーパープレイのチョキで2連勝するかっていう、なるほど、のができるんじゃないかって俺は考えてた。でも、もし守られたら2連敗だもんね、うん、2連敗さっきのね、スーパープレイね、うん、ある種、これをスタミナは勝負師として買ってくれたとも思う、うんね、マジなるほど、そうだから相手がいい選手だったからこっちもゾーンに入ったあんまなんかこう親善試合とかでゾーン入ってる選手見ない、うん、見ない見ない見ない確かに完全にもうすごいな、真剣勝負だから出たプレー出た、すごいよ、お互い本気だったからねマジでくすぐりが嫌だからこれだからどうするかだよね、ここ同じむずいんだよな、読み合い、俺がパー出すっていうのが結構一番ないんだよ。それなんで、な多分これは2人にしか分からない仲良すぎか戦ってきた2人にしか今分からない、分からない、うん、さっきのね、1個前のここのこの悩みって、うん、その堅実な人とかギャンブルやんない人とか、うん、もう普通の人は、え、なんでさっきの、いや、バカじゃんって多分思うけど、その先なんだよ、これ本当にバッキバキあんだもん、そうそう、これね、すげえ深かった今、だから俺は、一回これ置いて、ちゃんとさっきのに関して、うん、で、あと、こう称えるけど俺の勝負も、うん、そう組んでくれたことにも、まあまあまあね、サッカーでもさ、3対1の状態から3、3に追いついた時、うん、いや、そうだね、追いついた側の方が圧倒的にもう、うん、持ってる、逆転あるもんね、うん、そういう場合、ただこの1回だいぶ止めてるじゃん、うん、セットプレーでやっぱ一旦その空気遮断してコーナーからほんとスポンって合わせてえ3対1って追いついた側じゃなくて追いつかれた側が4点目取ったみたいなもうあるのね、結局それぐらいの今これかけ、ここも時間を取ってるのも駆け引き俺も駆け引きなんだ、オッケー決まった、はい、じゃんけんぽい、よーまあスタミナが今4ポイント、よしよしよし一緒いきますよ、じゃんけんぽい、わこれでデュース、デュース入った、初めて出会った時のこととかまで今いやそんな読み合いしてんのこの子の、ないといけない、じゃんけんぽい、一ポイント、さあいきますよ、じゃんけんぽい、スタミナの勝利、うわスーパープレイ起きた、これもスーパープレイ、これ見て、うん、うわ男の握らずグー、握らずグー、本気グーってことやべえ、よしよしよし、ものすげえ戦いしてる握らずいった、迷うから、なるほどね、いやこれはこれね、はい、とんでもないプレーをわかるよこれだからチョキを出すって、うん、マジで割とバカなのね、もう、うん、
その俺がちょっとスタミナの、うん、そのギャンブラーとしての、うん、勝負手としての、うん、計りをミスったの。あのもっととてつもなくでかくて。なんか言ってるけどさ、ずっとやっぱ堅実に1を取りに来る、うん、ことをしてくんじゃないかと思っちゃって勝負かけたから。なるほどなるほど。そう、堅実1取るならパーだもんね。パーかもうグーで握りチョキもあるんだけど、うん、もうちょっともう分かんない、でかすぎて今近すぎて、まあ、なんかその でかすぎて今近すぎて何を言ってんの、何ずっと何言ってんの、これが今何なのか分からない、これずっと何を言ってんだよ、じゃんけんなんだよ。いやすうわー、負けてる、はい、ということで大逆転の末カルビがくすぐりよっしゃ、これを届いたらもう一回1からっていうのかな、カウントが止まる、カウントが止まる、 OK いきます、あーちょっと早いって、まだくすぐりよーい、雑草がやってんだよ、よーいスタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30だ。みんなが笑顔だよね。楽しめた、ね、いやもう大人のくすぐりってすごいんだよっていう、うん、シェボイツはなんか気持ち悪いなってる可能性もあるか、カルビも笑顔だって笑っちゃう、おのずとねあれで笑ってんのかな、笑ってんのかな、笑顔だ、強制的に笑顔になっちゃうから、このゲーム盛り上がると思うんでぜひやりましょう、うん、ラビットさんお願いします、はい、ストックしておきます、はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします、どうしてんだよ、ちょっと痩せたなんか